3月に開催される地域映画の祭典、徳島ニューノーマル映画祭2022に向けて新作映画の撮影が進められています。監督を務めるのは沖縄県出身、徳島県在住の映像クリエイター永竹久人さん。徳島の山奥を舞台に父と娘の挑戦と成長の物語を描きます。この映画の特徴の一つは、なんと縦長の映像であること。ショートムービーの投稿、視聴でおなじみの SNS アプリ TikTok とのコラボレーションで制作されているんです。 TikTok ならではのシーンも登場するそうで、これは注目ですね。私も愛媛出身なんですけど、同じ四国で、でその縦型の画面っていう、その新しいまた形で撮影をしていただいて、いい経験になりました。徳島はすごくなんか、またその愛媛とは違った自然があって、すごい心地よくて楽しいです。すごくその見ていてワクワクするような作品になっていると思うので、ぜひ見ていただけるとありがたいです。